12月2日命を懸けて試合に臨む男がいた。ヴィッセル神戸キャプテン三浦篤弘。 J2 最終戦、勝てば J1 に自動昇格、負ければ入れ替え戦へ。必ず J1 に復帰する。2006年 J1 復帰を目指すヴィッセル神戸、チームの中心はキャプテンを務める三浦篤弘。日本代表の経験を持ち、卓越した技術と精神力でチームを支える。三浦の最大の武器がフリーキック。 J1 でフリーキックによる直接ゴール15得点はリーグ歴代最多。今シーズンもフリーキックだけで6得点、J2 でもその右足は冴え渡る。中でもゴールキーパーを恐怖に陥れるのが無回転のボール。ほとんど回転をしないボールは空気抵抗によって予測不可能なブレを生み出す。キッカーをね、任されるからには本当に高い確率で決めたいと。あと僕がその蹴る瞬間っていうのはスタジアムが、期待感が持てるような、そんな選手になりたいと思うし。2005年、三浦は東京ヴェルディから神戸に移籍。下位に低迷するチーム最大の補強だった。しかしシーズンが始まると両足のアキレス腱を痛める。怪我が重なり、日本代表選手としての実力を発揮できなかった。チームも三浦の怪我に合わせるように失速。上位進出どころか J1 残留すら果たせなかった。移籍が確実視されたが、誰よりも早く残留を表明した。自分に責任を感じたっていうか、途中でキャプテンやった、まあでもキャプテンやってなくても一緒だな。だから、神戸に、本当にすごい覚悟で移籍してきたわけですよ。でも結局グラウンドで戦ってるのは選手だから、 J2 に落ちたから、じゃあ J1 の声かかってるチームに行くっていうのは、できなかったっていうか。三浦の決断はチームに計り知れない影響を与えた。ほとんどの主力選手が残留。シーズン序盤は苦しむものの徐々に調子を上げる。8月には2位に浮上、首位を視界に捉えた。8月東京ヴェルディ戦、三浦のキャプテンシーが最も現れた試合だ。先制を許した神戸、さらに前半終了間際退場者を出し、後半を10人で戦い抜くこととなった。ハーフタイムに三浦の檄が飛ぶ。とりあえず失点をしなければ必ず1点は取り返せると。今はやっぱ選手がまとまる時だっていう話はしました。後半、三浦はフォワードからボランチへポジションを移した。体を厭わぬ激しい守備でチームを鼓舞し、時には前線に上がり攻撃に参加した。チームも三浦に引っ張られるかのようにボールに食らいつく。そして試合終了直前、決勝ゴールが突き刺さる。逆転勝利のために全てのエネルギーを注ぎ込んだ。東証に率いられた神戸は昇格を現実のものとして捉え始めていた。満身創痍の状態で体投げ出してプレーしてる姿を見て、背中で語るじゃないけど、そういう引っ張ってくれる態度が一番大きいと思います。僕のね、夢っていうのはヴィッセルをまず J1 に上げて、 J1 の中で
優勝して、それでまあスパイクを脱げればいいかなとか思ってるんで。 J1 昇格争いは10月終了時点で3チームが勝ち点差5の中にひしめき合っていた。2位以内なら自動昇格。しかし11月、神戸は昇格争いをするライバルチームに連敗、首位から滑り落ちた。三浦も11月の試合で左足を負傷、痛み止めを打ちながら試合に出場することもあった。チームも三浦自身も満身創痍だった。そして昇格をかけたリーグ最終戦、絶対勝ちに行くと。昇格をかけた最終戦、相手はベガルタ仙台。2位神戸と3位柏との勝ち点差は1。 J1 か入れ替え戦か、全てをかけた90分が始まる。開始直後から三浦は仕掛けていく。序盤は神戸が試合のリズムをつかんでいった。しかし前半11分、思わぬミスから先制点を許す。相手の勢いに飲み込まれてしまった神戸、三浦は流れを取り戻そうとボールを追い続けた。ハーフタイム、ボードには柏リードの表示。勝つしかない。反撃のきっかけをつかみたい神戸、三浦が右足を振り抜く。そして後半41分、神戸にとって信じられない瞬間が訪れた。この日2枚目のイエローカード、神戸は土壇場で精神的支柱を失った。三浦はピッチの外でも戦い続けた。団長、最後までやれ。本当申し訳ない気持ちですね。ただこれで終わったわけじゃないの、まあ、僕らは挑戦する立場であって、必ず J1 復帰っていうのを目標を達成したいなと思います。